この項目では2013年シーズンの J リーグディビジョン1について述べる。2013年シーズンに J1 で戦うクラブは以下のクラブである。新規昇格のクラブはなく、バンフォーレ甲府は1年での J1 復帰、湘南ベルマーレは3年ぶり、J1 昇格プレイオフを勝ち抜いた大分トリニータは4年ぶりの J1 復帰となる。なお、今年度から浦和レッドダイヤモンは 埼玉市駒場スタジアム、アルビレックス新潟は、新潟市陸上競技場の本拠地登録をそれぞれ抹消し、埼玉スタジアム2002と東北電力、ビッグスワンスタジアムに本拠地を一本化している。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている。試合開催方式等に特に大きな変更点はない。なお、前年までは、 J1 優勝チームに FIFA フフクラブワールドカップへの開催国出場枠が与えられていたが、2013年大会はモロッコでの開催となるため、本年は同大会への出場権は与えられない。3月2日に開幕し、12月7日閉幕の全34節で行われた。前年同様毎週土曜日の開催を原則とするが、2014FIFA ワールドカップアジア4次予選、 フィファコンフェデレーションズカップ2013、東アジアカップ2013の日程を考慮して、5月末から7月、初めにかけて5週間、7月下旬に2週間の休止期間が設けられたほか、日程調整のために7月に水曜日開催の節が3試合、設けられた。9年ぶりの優勝を狙う横浜 FM が、開幕6連勝と絶好のスタートを切り、まずは、 1> 第1節から第7節まで首位に立った。しかし、第8節で、前シーズン終盤からの好調を維持していた大宮が、横浜 FM をかわし、クラブ史上初の首位に浮上。大宮は、第10節まで無敗で、前、シーズンと合わせて21試合連続無敗の、J リーグ新記録を樹立し、第16節まで首位をキープした。前半戦の折り返しとなる、第17節。 夏場に入って調子を上げてきた前年も王者、広島がシーズン初の首位に浮上。一時は独走しかけた大宮は、第15節までに11勝を上げながら、第16節以降は一転して2度の8連敗を、含む3勝16敗と極度の不振に陥り、最終的には14位に終わった。広島は、第20節まで首位をキープするが、第21節で横浜 FM が、 サイド首位に浮上。第22節で再び広島が首位に勝ったが、第23節で横浜 FM が奪還。優勝争いは、この横浜 FM と広島に加え、開幕以降常に2位から4位を維持してきた裏は、若干離れて、鹿島と C 大阪が追う形で終盤戦を迎えた。横浜 FM は、第28節で一度広島に首位を奪われるが、 天皇山となった第29節の直接対決で、広島を下し、シーズン4度目の首位に浮上。以後2位以下を引き離し、第32節時点で2位の浦和に勝ち点4差をつけ、2試合を残して、あと1勝すれば他チームの動向に関係なく、優勝というところまでこぎつけた。ところが迎えた第33節、横浜 FM はホームに J リーグのリーグ戦では、 史上最多となる62,632人の監修を集めての試合で、後半戦好調だった新潟に、完封負け。同じく第33節で敗れた、浦和、新大阪もここで脱落し、横浜 FM、広島、鹿島の3チームが最終節に優勝の可能性を残した。迎えた、最終節、鹿島との直接対決を制した広島に対し、横浜 FM は、 川崎に痛恨の敗戦。広島が逆転で史上4クラブ目となる J1 連覇を達成した。ACL 出場権は広島と横浜 FM に加え最終節の勝利で3位に浮上した川崎が獲得。川崎は開幕6戦未勝利からの巻き返しを果たし、大久保義人が得点王を獲得した。また天皇杯の決勝に一位広島と二位。 横浜 FM が進出が決定したため、最終節に裏とぬ対決に勝ち4位に浮上した、新大阪も繰り上げで ACL 出場権を獲得した。一方の残留争いでは、大分と岩田の2チームが開幕から極度に低迷。共に、第5節以降一度も降格圏から抜け出すことができず、大分は6試合を残した第28節に、 岩田は3試合を残した第31節に降格が確定した。大分は J1 ワースト記録を更新する年間わずか2勝で、史上初となるホーム未勝利を喫すると、4年ぶりの J1 で苦闘。岩田も総失点数56のうちおよそ3分の1に当たる19失点が75から90分に、食らうという終了間際の攻防の脆さを露呈し、 年間四勝と苦しんで1994年の J リーグ参入意後初の降格となった。残る一つの降格枠は、甲府、トス、湘南等による争いとなったが、後半戦に入り復調した甲府とトスに引き離された湘南が第32節に2試合を残して降格が確定。自動降格枠が3になった2009年以降、2試合を残して降格チームがすべて決まるのは、 初めてのことだった。最終更新は2013年12月7日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、特出点差3、得点数。1大93回転脳杯、全日本サッカー選手権大会優勝クラブにも、AFC チャンピオンズリーグ2014参加資格が与えられるが、同大会優勝クラブが、 J1 リーグ戦上位に入った場合は、リーグ戦時点のクラブに参加資格が与えられる。最終更新は2013年12月7日の試合終了時出展。J リーグディビジョン11差10列のチームがホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキーコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。最終更新は2013年12月8日の試合終了時出展。 J リーグデータ最終更新2013年12月7日出展 J リーグディビジョン1中期全シーズンは J2 ありがとうございます。